ジュンサイは池や沼に浮かぶ水草の一種で、食用となるのは新芽の部分です。今年は生育が早く、出来もいいということです。北塩原村ではおよそ50年前から栽培され、ジュンサイ農家も以前は10軒ほどありましたが、現在はわずか1軒。農家が減ることに伴って荒れてしまうジュンサイ沼を復活させるために、8年前から観光客向けのジュンサイ摘み取り体験を始めました。ということで、早速私も今年から新しくなった木製の船に乗っていざ挑戦。ちょっとまずは葉っぱがあるところに行きたいので、不安定な船の上でバランスを取るのに苦戦しますが、徐々に慣れてくると。あります。めちゃくちゃプルプルしてて、滑るので難しいですね。葉の下に隠れている新芽を素手で摘み取っていきます。ほら、取れました。初純菜。体験の時間は1時間半で、収穫した純菜は全て持ち帰ることができます。今回は採れたての純菜をお湯にさっと通して甘酢をかけていただきました。いただきます。表面はつるんとしてるんですが、こう噛んでいくととってもこうシャキシャキと歯ごたえが良くて美味しいですね。すごくこう味付けもさっぱりしているので、暑い夏にはぴったりです。密閉でもないし、密集でもないし、密接でもないし、たくさんの方に、ね、来ていただいて、たくさん摘んで美味しい純菜を味わっていただきたいと思います。収穫体験は小学4年生以上が対象で、8月28日まで毎日行われます。